さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング。私 DJ、ボクシング&ボクシングでございます。いやー皆さん、見ましたか？パッキャオ対ウガス戦の試合前最後のプレスカンファレンス。まあ、スペンスとの試合が流れてしまった時は結構落ち込んだんですけど、なんだかんだ言ってね、パッキャオの試合が近づいてくるとワクワクしてきますね。まあ、このプレスカンファレンスではお互いすごく紳士的な対応をしていながらも、ところどころでボクサーらしい闘争本能が溢れ出てきている感じがして、これは素晴らしい試合が期待できそうです。で、まあ、パッキャオはこれがキャリア最後の試合になる可能性も完全には否定していなかったので、まあ、こんなこと言うと本当ちょっと寂しくなってしまうんですけど、まごうことなき生ける伝説マニーパッキャオ、今後何十年何百年とボクシングというスポーツが存在する限り間違いなく永遠に語り継がれていくであろう奇跡のスーパーボクサー、過去20年近く様々な夢を見せてくれた大好きな選手ですから、できるだけ長く現役生活が見たい反面、当然今後の人生に影響してくるようなダメージは残してほしくない気持ちもある。すでに42歳になることを考えれば、今回が引退試合になる可能性も十分にあり得ると思います。今回がたとえ最後でなくとも、パッキャオのボクサーとしての姿を見られる時間はおそらくもう長くはありません。ちょっとやばいですね。これは今回の試合は見ながら泣いちゃいそうというか、まあなんでね、そんなパッキャオの最終章を最後の最後まで存分に楽しませていただきましょう。あとはカネロとプラントの試合がとうとう11月の6日に決定したっぽいですね。この試合についても近いうちに話をしていきたいと思っています。で、まあ今日はかなり緩めの放送になると思うんですが、ここ数日井上尚弥選手のインスタグラムの投稿がとても話題になっているんで、それについてちょっと話をしていこうかなと。というのも、先週末とか今週の頭くらいだったかな、井上選手がご自身のインスタグラムで、あのカシメロ選手のことを猿呼ばわりしたことが結構ファンの間で盛り上がっているんですよね。まあ、そもそもことの発端は、ここ 1,2 年くらいカシメロ選手が井上選手のことを散々挑発し続けてきたことがきっかけになっています。僕が以前このチャンネルでカシメロ選手のことを直接インタビューした時も、井上選手に対する挑発気味の発言があったかと思いますが、まあ例を挙げれば、井上は俺からビビって逃げてるとか、薄のろのジャパニーズタートルだとか、まあ、言い訳はやめてさっさと俺と戦えだとか、あとはこの間のリゴンドー戦の試合前や試合後のインタビューで中指を立てるポーズを見せて煽ってくるとかね。まあ多くのファンやメディアがそういったカシメロの挑発行為を話題に挙げてるんで、プロボクシングというものをファンからお金を払ってもらうことで成り立っているショービジネスと捉えた場合、自身の商品価値を高めるビジネスマンとしてはカシメロはいい仕事っぷりを見せてくれていますよね。まあ、全ての選手が挑発行為を一切せずに異口同音に一生懸命頑張りますとかって言ってるだけでは、どうしても話題性に欠けてしまいますから、メディアなんかもあえてこの挑発的な言動を切り取って誇張宣伝するケースも少なくないですよね。まあ、僕はボクシングファンとしてこういう挑発行為やトラッシュトークパフォーマンスが個人的には嫌いじゃないですし、まあ、ただ相手を傷つけるだけで終わっては元も子もありませんが、それによって試合がより盛り上がってくれるんだったら全然ありだと思っている派です。まあ、もちろん言われている選手本人たちからしたらイラッとくることがあるのかもなくらいの想像は僕にもつきますし、無責任に楽しんでいると言われればそれまでなんですけど、まあ、逆にこうやって無責任に楽しんでくれるファンがいないとプロスポーツなんて存在していないですからね。ただまあ井上選手の場合、異次元的な強さを誇っているため、わざわざそんな挑発行為に頼らざるとも、実力一本でファンベースを広げることができていますし、実際本人も試合前のパフォーマンスで注目を集めるよりも、実際の試合で魅了していきたいというような発言を昔から繰り返してきていますよね。で、まあ僕は海外で暮らしているので、
いろんな国の出身者の知人や友人がいますが、そういう経験の中からも日本人は特に人の気持ちをおもんばかる意識が高い人たちが多い国だと思っています。裏を返せば空気を読みすぎてしまうとも言えますが、僕はそういう日本のリスペクトフルな文化は本当に美しいと感じることが多いですし、自分の国に誇りも持っています。なんでそういう日本人的な美意識を基準に考えると、たとえこういうショービジネスとはいえ、人を傷つけかねないような言動で相手を煽るようなことをしてこなかった井上選手の姿勢には好感が持てるという意見はすごく理解ができますよね。まあ、当然日本だけに限らず、どの国の人たちでも井上選手のようなリスペクトフルなファイターを好むファンは多いです。パッキャオなんかもそういう選手の代表ですよね。ただそんな井上選手だからこそ、このカシメロに対する猿は叩きのめす発言が目立ってしまっているのか、カシメロの挑発には付き合わないでほしいとか、こんな発言をしてしまったらカシメロとやってることが変わらないじゃないかみたいな、中にはこれを差別的な発言とさえ言い出す人たちもいて、まあ、一定数こういったアレルギー反応を見せる人たちもいましたよね。で、そういった意見に対するアンサーなのか、井上選手がツイッターで、なぜいい子ちゃんでいなきゃいけないのか、みんなにとっての井上尚弥のイメージは成人君しか何かですかといったコメントをポスト。さらに以前あったあのドネア戦が中止になった経緯を煽るように、カシメロとの試合は組んでほしいが、ドーピング管理だけはしっかり頼みますとも発言。これは挑発というか真面目な要望という捉え方もできますが、こういうドーピングしてるしてないみたいな発言はボクシング界では結構挑発材料として珍しくないんで、まあ、あえて二重鍵括弧でドーピングという言葉をくくり、それを公の場であるツイッターで発信しているあたり、まあこれは挑発行為の一つと考えてもいいのかなと。で、このリスペクトフルなファイターである井上選手のこういった挑発的言動に驚いている方もいるかもしれませんが、ボクサー井上尚弥大好き人間の僕からしたら、この一連の流れがたまらなく好きで、もうこれこれこれって感じなんですよ。売られた喧嘩は買うだけ発言なんてほんとゾクゾクするというか、あの井上尚弥選手に叩きのめすなんて言われるのを想像してみてくださいよ。怖すぎるでしょ。まあ、これぞモンスターの異名にふさわしいというか、これで両者の間にもっとストーリー性が生まれて盛り上がってくれていることを考えれば、もう最高じゃないですか。もちろん100人が見て100人が気持ちよくなるような発言ではないかもしれませんが、全ての人間に対して当たり障りないことしか言えないファイターよりもよっぽど魅力的というか、井上選手が感じたこと、井上選手が言いたいことを素直に発信してくれる方がより人間的な魅力を感じられますよね。まあ、本当井上選手が言うように、別に井上尚弥という人間は聖人君子でも何でもなくて、一人の人間であり一ボクサーですからね。挑発してきた相手に乗っかってそういう態度で来るんだったら受けて立ってやるよという姿勢を公の場で見せつけてくれる方がよっぽどかっこいいと思っちゃいますし、そもそも別にカシメロも井上選手も本当に悪意を持って相手を傷つけたいんであれば、こういったパブリックな投稿じゃなくてダイレクトメッセージとかで悪口を送り合っていればいいわけで、そうではなくこういう SNS とかメディアインタビューみたいなファンの目に触れる機会で発している両者の言動っていうのは、全てこの選手としてのバリューを高めるための立ち回りと考えた方が自然なんじゃないですかね。まあ否定的な意見、好意的な意見様々ですが、少なくとも井上選手の他のインスタ投稿に比べてこの猿発言をしたポストの方がコメント数が多いですし、この発言で間違いなく井上尚弥 VS カシメロの試合への期待度、そして注目度はさらに高まりましたよね。で、あとこれすごい興味深いなと思ったのが、まあ、英語がわかる人だったら気づいていると思うんですけど、この井上選手のポストに対するコメント欄、日本人ファンの反応と海外のファンの反応にだいぶ差があるんですよね。まあ、先ほど否定的な意見もあるとは言ったものの、日本人ファンからはかっこいいですとか、
あんなやつぶっ倒してください的な応援コメントが圧倒的に多いのに対し、海外からのコメントでは、いろいろ言い訳してるけど実際は逃げてるんだろうとか、カシメロの発言に便乗するかのようにジャパニーズタートルとかって言う人がいたりとか、まあ、亀の絵文字で煽るようなコメントもかなり多いですよね。こうやって見ると世界に目を向けた時、カシメロのファンもかなり多いことがわかります。最近はメディアインタビューなんかで使い慣れていない英語を一生懸命使ってアピールしていたり、ファンベースの拡大に対する努力をしている部分も見られるんで、ある意味このアメリカでのリング外の自己プロデュースに関しては、井上選手よりもカシメロの方が頑張ってる感がありますよね。こういう日本と海外で意外とファンの反応が違うっていうのは、あのカシメロドネア戦が中止になってしまった時も起きていて、あの時日本ではカシメロの挑発行為にアレルギー反応を示し、ドネアは正義、カシメロは悪という構図で、カシメロをこれでもかというくらいに叩くファンが多かった印象、まあ、これは親日家でもあるドネア選手を大切にしたいというファン心もあるんでしょうが、それに対し僕が住んでいるアメリカなんかでは、挑発行為は興行を盛り上げるためのプロモーションの一部なんだからと考える人が多く、一方的に試合から身を引いたドネアの方を非難する声が多かった印象がありました。まあ、この挑発行為だけではなく、ドーピングテスト参加への遅延行為も原因の一部だったんですが、最終的にはもともと設定されていた期限内にカシメロがドラッグテストプログラムへの参加をしていることを考慮すれば、試合キャンセル最大の要因がカシメロ陣営の挑発侮辱行為と思われているのもまあわかりますよね。で、まあドネアの奥様に対する女性蔑視的な発言とかはやっぱり聞いていて気持ちよくないですし、下品なことには間違いないので気分を害されてしまう方がいるのもすごくよくわかる。ただまあこのカシメロの挑発行為はやりすぎだろうなんて言いながらも、それに負けず劣らずの下品な罵り口調でオンライン上でカシメロを叩いている人たちがいたのも一つの印象的な事実でしたね。まあ、人それぞれいろんな見方、考え方、好きな選手、嫌いな選手、楽しみ方があっていいと思うんですけど、もしも今回例えばあのカシメロが中指を立てた侮辱行為なんかに対して、井上選手があんな失礼な挑発をされたし、もうカシメロとは試合をしませんと言っていたとしたら、正直僕は残念だなと思っちゃうでしょうし、かなり萎えちゃうと思います。もうそれよりも今回のようにそこまで挑発してくるんだったら、リングの上で叩きのめしてやるからかかってこいよという好戦的な姿勢の方が100倍楽しめますよね。もうこの対応を見て僕はもっと井上選手のこと好きになっちゃいましたね。なんならツイッターみたいな顔の見えない文字のメディアだけに限らず、映像込みのインタビューなんかで同じような発言をしてもっと盛り上げてくれないかななんて思っています。さすがに井上選手がカシメロと同じように中指を立ててフィリピンのモンキーとか言ったらちょっとびっくりしちゃいますけど、まあアメリカは世界でも有数の多人種国家なので、いろいろな立場の人を守るためにも差別的な発言や侮辱的な言動を特に厳しく取り締まる国でもあります。それこそついこの間、あの野球界のスーパースター大谷翔平選手に対しちょっとアジア人差別っぽい表現をしたコメンテーターが無期限謹慎処分みたいのを食らっていましたし、本来日本よりもよっぽどポリティカルコレクトネスでがんじがらめになっている場所なんですよね。ただこと格闘技の挑発行為においては、なぜか日本の方が侮辱的な言動に対してセンシティブになっているっていうのが本当に興味深いというか、まあ、単純に井上選手の人気が高いからこそ、その井上選手に対する挑発行為は気に食わないという井上選手個人へのファン心によるバイアスがかかっているだけとも言えるんですけど、まあ、あとはアメリカがショービジネスの国というのもあるのかもしれませんね。あくまでボクシングをファンにお金を払って見てもらうショーとして俯瞰的に捉えているからこそ、その中で行われている挑発行為と日常生活での侮辱的な言動は区別をしているっていう捉え方もできるのかなと。ただもちろん、たとえボクシングにおける挑発行為だとしても、
黒人を侮辱する意味がある N ワードなんかは絶対言ってはいけませんし、最低限のラインっていうのはありますよね。まあ、だらだらゆるく話をしてきましたが、何にせよ今回僕が伝えたかったのは、このバンタム級同階級のチャンピオン同士である井上選手とカシメロ選手が互いに意識をし合ってリング外でもヒートアップしてくれていることが本当にありがたいなと感じているということです。これだけ2人が盛り上げてくれているわけですから、僕たちファンはこの試合の実現を切に願ってワクワク感を溜め込みつつ、いざ試合が決まった時は全力で楽しんでいきましょう。まあ、トップランク所属の井上選手と PBC 系列のファイターでもあるカシメロ選手が本当にやり合ってくれるのかっていうのは不安も若干あるんですけど、特にこうやってカシメロ選手の人気が高まってきちゃうと、 PBC がカシメロのことを内側に囲ってしまう可能性も出てきて、そこがちょっと怖いんですよね。まあ、カシメロにとって井上選手との試合がどれだけ危険なことかなんて PBC 側は絶対理解していますし、人気が高まりつつあるカシメロが負けてしまうリスクを避けるためにも、トップランクの選手とはやらせないみたいな動きも可能性なくはないんでね。まあ、僕のしたインタビューでもカシメロ選手はスーパーバンタム級への研究をほのめかしていましたし、このスーパーバンタムなら PBC はフルトンとフィゲロアっていう現役世界チャンピオン2人を囲っていますからね。井上選手に負けて商品価値を下げるくらいだったら、このフルトンやフィゲロアとカシメロを絡ませようとする可能性も、まあ、ゼロではないのかな。まあ、でも僕はこの2人の試合の実現を心の底から願っていますし、信じています。ということで、そろそろ今回の放送は終わりにしていこうと思いますが、僕のチャンネルを見てくれている皆さんはこの井上選手とカシメロ選手の間での挑発合戦をどう見ていらっしゃるでしょうか。ぜひとも皆様それぞれのご意見ご感想などもこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回の放送も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければインスタグラムのフォローもお願いいたします。では今週末のパッキャオ合戦を楽しみつつ、また次回の放送でお会いしましょう。